こんにちは、野本です。今日はラグランジュ点三体問題に挑んだらそこにトロヤ軍がというお話をしていきたいと思います。2年ほど前に、ジェームズ・ェイプ宇宙望遠鏡がラグランジュポイントに到達しましたっていうニュースがあって、結構話題になったのかなと思います。そこから2年経っているので、ちょっと自流としては乗り遅れているんですけれども、今、この面白いお話を皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。どうぞお付き合いくださいませ。 惑星の軌道というところからお話を始めたいんですけれども、私たちは太陽系というところに属していて、太陽の周りを惑星が回っているという感じですねで。この惑星がどういう軌道上動くんだろうかということが、古来から人間を引きつけてやまない問いだったんですね。でかつては天動説という立場をとっていましたから、地球を不動の点として、これに対して各惑星がどういう動きをしているんだろうかということを一生懸命考えたんだけれども、なかなかうまくいかないと。それであのコペルニクス的展開というのがあって、地動説ですね。地球は太陽のの周りを回っているの であるっていう立場にシフトしたわけですで。それでも各惑星がどういう軌道を描いているのかっていうのを表すのはすごく難しかったんですね。すごく難しかったんだけれども、1609年にケプラーの第一法則というのが発見されます。 で惑星は太陽一つの焦点とする楕円軌道上を動くっていうやつですね。これを発見したケプラの執念は素晴らしいですね。それまではこう、深塩ということで考えていたから、観測データとなかなか合わなくて大変だったんだけれども、この深塩からちょっとずれた大円だったんだよって、あの、そういう話ですね。で、これでめでたしめでたし、各惑星の軌道が大円であるっていうことが分かったんだけれども、なぜ惑星は大円軌道上を動くのかっていうところで、ニュートンが提示したのが万有引力ですね。あの、太陽と惑星の間には万有引力という力が働いていて、 その結果、この惑星は大変軌道上運動するのであるという、そういう話ですね。 でニュートンは運動方程式というのも発表していて、物体にかかる力というのは質量と加速度の積になっているというで、今この太陽と惑星ということで言うと、惑星にかかっている力というのは、これは太陽との間に働く万有引力ですから、F にこれを代入して、質量が分かっていれば、あの惑星の加速度が分かるじゃないかという話ですねで。加速度というのは位置の2回微分なのだから、位置だって分かるじゃないかというで、位置はこれ時間の変数ですね。あの今この時刻にこの位置にいたものが次の時刻どこに位置するようになるかという、この位置の時間。 段関数が起動になるわけです。でただ1といってもこの3次元空間で表すには xyz って3つの変数が入ってきますからかなり複雑なんですよね、まあ、の極座標で表現したら2つですけれどもそれでもかなり複雑であるとでもこれを見た感じですね絶対にやりたくない計算だなと思うわけですけれどもやってくれた人がいるからありがたいっていうところですね。 はい、でまず2体問題として考えます。でこれはまあ宇宙にはあの無数の天体があるわけですけれども、2体だけで考えましょうという、あのこの2体に働く力だけで考えるというところですね。であとはあの数学的に解いていくので、今これ、一応、あれですね、失点というか、大きさを持たない質量を持った点という感じで考えていきます。あと、万有引力しか働かないというふうに仮定しておきます。あの電磁気力とかはね、働かないよっていう、そういう仮定のもとで解いていきます。 で今、ここに、ラージ M という質量を持つ天体と、スモール M という質量を持つ天体の2つを考えます。それぞれの1ベクトルをラージ R、スモール R というふうに置きます。そうすると、この2つの間に働く万有引力っていうのは、こう書けるわけですけれども、この距離ですね、距離がどこかに原点をとって、これを1ベクトルとして表しているので、ここの2天体間の距離っていうのは、このベクトルの引き算ですね、になっていて、こういう式で書けるっていう話です。 で、今、天体が2つあるので、運動方程式を2本書くことができて、small m に関してはこうですね。今、これ ma イコール f の形で書いてますけれども。で、えっと、ラージ m の方はこうよと。で、ただ、この f っていうのは、これなんでしょうね。なので、これ f の中にラージ r も small r も入ってきていて、なんとこれは連立微分方程式であるっていう。でも、その連立微分方程式って聞いた瞬間に、絶対やりたくないなと思うわけですけれども、実際これ、すごい大変なんですよね、特の。 すごく大変なので、ニュートンはどうしたかっていうと、禁止を行いました。 それは、えっと、こっちのスモール M ですね、この質量を無視してしまおうという禁似ですで。これはやっぱりあの太陽と地球とかっていうことを考えれば、太陽があまりに重いので、まあ、地球の質量は無視しても構わないっていうの、そういう話ですね。地球の質量を無視するとどうなるかっていうと、これ F イコールのこの中の M が0になっちゃいますから、えっと、このラージ M っていうのは万有引力を感じないっていうの、そういうあの禁似になります。でそうするとあの、これ不動ですね、この大きい方の天体は動かないっていうこととして禁似できるわけです。 でそうすると、運動方程式1本になって、スモール M の方ですね。これは、えっと、M はゼロじゃないかっていう、あのそういう近似なんですけれども、F の中にもスモール M が入っていますから、両辺スモール M で割って、この方程式は生きているっていう。でまあ、それでも、これ、近似をやってもですね、これ解くの、結構大変なんですよねで。大変なんだけれども、えっと、エネルギー保存則っていうのと、核運動量保存則っていう、まあ、条件を用いてですね、あのなんとか解けるとで。それで解いてみたら、あの楕円軌道ですよって、あのそういう話ですね。で数学的にはあの放物線だとか あと総曲線かあと、はい、そういった回も出てくるんだけれども、まあ、この観測データと合わせてあの惑星の軌道っていうのはこういった楕円軌道ですねっていうふうに分かったわけです。 でまあ、ニュートンとかはこうやって近似を置いたわけですけれども、これを近似をせずに厳密な形で解いたのは、ヨハン・ベルヌイが1710年にやったのが一番初めだそうです。すごいですよね。<laughs> はい、でこれ、えっと、厳密な形で解くとどうなるかっていうと、ケプロンの法則は太陽を一つの焦点とする楕円軌道って言っていたんだけれども、厳密に解けば、2天体の共通重心を一つの焦点とする楕円軌道ですよということですね。ただ、まあ、太陽と地球みたいなことで言えば、太陽があまりに重いので、太陽と地球の共通重心ってほぼほぼ太陽の方に。 なってるんでしょうねだからあの太陽が焦点の一つだよってしても問題ないっていうのはそういう金似になっていたんだけれども、まあ、厳密に言ったら共通重心ですよっていう、はい、そういう話です。 でまあ、すごく大変なんだけれども、2体問題は解けたわけですね。じゃあ、3体問題いってみようっていう話です。で今、この M1、M2、M3 という質量を持つ3つの天体があるというふうに考えます。でこの時に、えっときに、その天体の1ベクトルを R1、R2、R3 という形で書きます。でそうすると、これらの間に働いている力っていうのはこんな感じですね。それぞれにこの1と2の間、2と3の間、3と1の間にあの万有引力が働いているっていう、そういうわけです。でこれ、天体が3つありますから、運動方程式を3つ書くことができて、 こうなっているっていう、もうなんか嫌な予感してきましたよね、結構もうこの時点で終えって感じですけれども、これがですね、この F12、F23、F31 っていうのはあの書けばこういう形なわけですから、それぞれにですね、R1、R2、R3 っていうのが入り込んでいるわけですね。で、そうすると、この M1 の式の中にはもちろん R2、R3 も入っているわけで、それがすべてにおいて言えるわけで、3つの連立微分方程式なんですよね。で、実はこれは厳密には解けないということが分かっています。 数学的に正確な表現をするというのはあの私だとちょっと微妙なんですけれどもあの数学だとそういうことがあるんですよね例えば5次方程式が対数的に解けないとかっていうのと同じようにこの三体問題は厳密には解くことができないということが分かっていますで厳密には解くことができないんだけれどもどう,かかどうにかして解けないだろうかというところで一番初めにこの三体問題の解を与えたのが レオンハルト・オイラーなんですねでちなみにこのオイラーは先ほどのヨハン・ベルヌイのお弟子さんなのだそうです。もうこの師弟関係素晴らしいですよね。二、はい、体問題を厳密に解いたベルヌイの弟子として、このレオンハルト・オイラーはですね、制限三体問題ということを考えます。で厳密には解けないので近似をしようっていう話ですけれども、どういう近似かっていうと、M1 と M2 は十分重いんだけれども、M3 はこの2つと比較して十分に小さくって、M3 の質量は無視できるっていう,ような、そういう近似を置きましょうっていう話です。 でそうすると、えっと、この間に働く力はどうなるかっていうと、この、ね、M1 と M2 にとっては、この M3 から受ける万有引力っていうのが消えますから、先ほど3つ式があったんだけれども、この上の2つはですね、1と2の間で完結しているので、これ、二体問題になるんですね。二体問題は、師匠のベルヌイが解いてますから、もうここは OK だと。で、これに対して、この M3 ですね、このえっと方程式の解が存在するかどうかっていう問題になるわけです。 でそれでもですね、今、だいぶここが2体問題になったので、シンプルになったんだけれども、これ、すごく解くの大変で、あのっていうのは、ここにですね、あちなみにあれですね、そうそうそう、この M3 は0で禁止するわけですけれども、この F3、F3、F2、F2、3の間には、M3 が入っているわけですから、これ、両辺 M3 で割って、この方程式は生きているというのは、そういう話ですね。 でこれでもすごい解くの大変なので、オイラはもう一つ仮定を置いたんですね、それがどんな仮定かというと、3つの天体が常に直線上に並んでいて、お互いの距離が一定という仮定です、つまりこんな感じ、この直線上に3天体があって、こことここの距離ですね、これはずっと一定なのであると。 でそうすると、これ、おのずと3つの天体の共通重心の周りを同一周期で回る天体ということになるんですね。というのは、3つこうやって置いたとしても、万有引力でどんどんくっついていってしまいますから、これが万有引力が働いているのにくっつかずにこの距離を保ち続けるというのは、もうこれ、円運動をするしかないですねと、あの遠心力と釣り合って、ずっとこの状態であの軌道が安定するという、そういう解があるだろうかという、そういう話ですね。でそうすると、ですね解があったんですね。 で今この3点体並んだところの1個目と2個目の点体の間の距離を A、2個目と3個目の点体の距離を B とすると、A 分の B ですね、これの距離の比がある5次方程式を満たすときに解を存在するということを明らかにしたんですね、はいで。これをオイラーの直線解というふうに呼んでいます。で、これが3体問題に対して初めて与えられた解なんですね。はい で、これに続いてですね、制限三体問題を考えた人にラグランジュがいます。でちなみにこのラグランジュはオイラーのお弟子さんなのだそうです。だからすごいですよね。このベルヌイから続いて、オイラー、ラグランジュってこのね、指定関係で来てるっていう、はい。あの素晴らしいなと思いますけれども、まあ、オイラーが置いた過程に対して、ラグランジュはどういう過程を置いたかっていうと、 3つの天体の互いの距離が等しく常に一定ということを言ったんですね。えっと、オイラーは、えっと、互いの距離が一定というわけでこの、ねそ、それが等しいというふうには置かなかったんだけれども、それは全部等しいというふうに仮定してみましょうと。でそうすると、これもあのほっといたらくっついてしまいますから、やっぱりあの共通重心の周りを同一周期で回るというのこの条件は必要になっていきますね。でそれはつまり正三角形ですね。 えっと、三つの天体の互いの距離が等しいわけですから、これ正三角形になるわけです。で、今、例えばこの星の位置が重心だとすれば、まあ、こういって、こんな感じで円運動するっていう、あの、こういった軌道があるかどうかっていうところですね。 でこれをあの方程式をです、ね、解いていくと、なんとこの円運動する天体の速さがある条件を満たすとき、解は存在するということが明らかになったんですね。でこれはあのさっきのウィアーの回もそうですけれども、えっと、万有引力と遠心力が釣り合って安定してこの、ね、軌道を保つという条件が必要になってくるので、さっきの場合は距離がそれに効いてきましたけれども、このラグランジュの場合だと、えっと、こう。えっと 天体の速さですね、これが遠心力に影響するのでこの天体の速さが条件を満たせばこの軌道は存在するっていうことが分かったんですね、はい、でこれをラグランジュの正三角解というふうに呼びますでここまでがもう前振りだったわけですけれどもここからですねラグランジュ点のお話に入っていきたいと思います ラグランジュ点とは何かというと、もう私たちはすでに今、見てきたわけですけれども、天体力学における円征限3体問題の5つの平行解なんですね、つまりそれは2つの天体系から見て、第3の天体が安定して滞在しうる一座標点ですね。はい、これ、日本語で言うとすごいなんか難しい感じですけれども、ちょっと見直していきますね。 でまあ、円制限3体問題で、まず M1 と M2 という質量を持つ2つの天体がありますで、これはあの円運動をしているということになりますから、まあ、M2 の運動方向をこっち側というふうに置いておきましょうと。で、この時に3番目の天体ですね、まあ、質量が無視できるぐらい小さなこの M3 の天体が、えっと、存在する軌道はどこかっていう。 一つはオイラーの直線回ですね。今ここに M1 っていう天体があって、こっちに M2 があったときに、オイラーの直線回として、ここ L1 が一つあるわけです。で、ここに M3 のこの天体が来れば、ここの距離とここの距離が、その比をね、ご時方程式を満たしていれば OK なので、ここに一つ回があると。でも実はここだけではなくて、こっちとこっち3つあるんですね。それはなぜかっていうと、これ3体問題なので、天体が3つあるわけです。で、それに M1、M2、M3 をどう割り当てるかっていうのは、3通りあるので、回も3通りあるで 出てくることになります、はい、でこれがですね、えっと、まず3つの点ですね。はい、であとは、えっと、ラグランジュの正三角形ですね。M1 と M2 に対して、それが正三角形になるような点、これを L4、L5 というふうに呼びますけれども、ここも、えっと、軌道が存在するという解になりますと。はい、なので、この L1 から L5、ね、をラグランジュ点というふうに呼んでいます。 で今ですね、この L1、L2、L3 の、えっと、オイラー界ですね、これは不安定な点であるということが分かっています。で不安定って言ってる意味はあのその、ここですっていうこの点からちょっとでもずれると、どん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 ずれていってしまって、もうあの元の位置には戻ってこないっていう点ですね。だから、ちょっとのずれも許されないっていう意味で、のめちゃくちゃ不安定なんですね。でそれに対して、えっと、ラグランジュの方の L4、L5 ですね、これに対しては安定な場合が存在するということが分かっています。これは M1 と M2 の質量の比によってです、ね、ここが安定か不安定かが 決まるんですけれども、まあ、ここで言っている安定っていうのは、ここからちょっとずれたとしてもあのあんまり遠くには行かなくてですね、ずっとその付近にとどまっているよっていうのはそういう安定ですね。はい、点があるということが分かっています。でこれはですね、まあ、こんな五つの回があって、これはでも数学的に導いてきた答えなんですよね。しかもあのかなり限定した仮定を置いて解いてきたものなんですけれども、これはじゃあ実際にこの宇宙で天体の配置として存在するかどうかっていうところですよね。はい。でですね、まずあの地球と太陽を考えます。 これにあの太陽を M1 として考えて、M2 の質量として地球を考えます。で、それに対して、この太陽と地球よりもさらに軽い天体が安定して存在する点があるだろうかっていうところで、ラグラン受点としてはこの5つになるわけです。で、今、太陽の方が地球に比べてめちゃくちゃ重いので、L1、L2 はかなりこう地球寄りに寄ってくる感じですね。はい。で、今のところですね、このラグラン受点を観測しても、なんか小惑星とかそういった天体は見つかっていないんですね。なので、今のところちょっとわからないっていうところなんだけれども、 あちなみにですね、えっと、地球と太陽の場合、この L4 と L5 は安定な位置になります。でこれは、えっと、太陽と地球の質量比で決まるわけですけれども、25分の1、25? 太陽に対して25分の1以下であれば、あのこの L4 と L5 は安定するということが分かっていて、この太陽系においてはすべての惑星はあの太陽より1000分の1ぐらいはあの軽いものになっているので、太陽系においては L4、L5 というのは全部安定なんですね。はい、そういういいことになっていますで安定なんだけれども、今のところこの辺に惑星とか見つかってないんですね。はい だけれども、このラグランジュ点を利用しようというのがあります。 例えばですね、この L1 というところは今ここにさりげなく月を足したんですけれども、この月の軌道よりも外側にあるんですね。なので、太陽との間に地球も月も通過しないっていうポイントになっているので、太陽観測に利用すればいいじゃないかっていう話ですね。はい。であの常に邪魔されずにですね、太陽のことを見ることができるので、実際にここにですね、例えば双方とかウィンドウといったようなあの太陽観測衛星がここに配置されて今もあの飛んでいるのだそうです。でこれであの太陽風とか太陽フレアとか、なんか時期とかを観測して、まあ、いろんなことが あの分かっている分かっていくっていうのは、はい、そういうことに利用されています。であとこの L2 ですねこっち側は常に太陽光が地球によって遮られるポイントになるわけです。なので太陽光に惑わされずに微弱な光を捉えるのに利用できるじゃないかっていうところでここにジェームズ・ウェッブ望遠鏡が今置かれているんですね。これがあの冒頭に申し上げたやつです。あの2年前ですね。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡っていうのはあの地,球地球じゃないや宇宙。 宇宙誕生の2億年後ぐらいですかあの、最初に輝き始めたファーストスターを観測しようということで打ち上げられたものだそうですけれども、まあ、ファーストスターね、あのだいぶ遠いだろうし、しかもあの赤方変移でだいぶエネルギーが落ちている光を発していると思われるので、まあ、こういったです、ね、太陽光に惑わされないで、その微弱な光を捉えられる点に置こうということで置かれているということですね。で、この L1,L2,L3 っていうのはその不安定な点だというふうに言ったんですけれども。 あのさっきの,あの太陽観測衛星もそうですけれども、これ、L1、L2 は不安定なので、3週間に1回ぐらいはあの補正をするそうです。ね、そうてあの人間のコントロールが届く範囲、届くものであれば、あの補正しながら、ですね、ちゃんとこの位置にあのいることができるというのは、そんな感じですね。はい、でこのジェームズ・ウェブ宇宙望遠鏡は10年くらいは、この L2 に陣取って、ですね、ずっと観測をする予定だそうなので、非常に楽しみですね。はい で、あともう一つ、木星ですね。太陽と木星の間のラグランジュ点はどうかっていうところを見ていきますで。太陽と木星においてはですね、なんとこの L4 のところに小惑星があるということが発見されました。これが1906年なんですね。だからラグランジュが死んでしまってから100年ぐらい経った後ですけれども、これね、もうラグランジュが知ったらどんな気持ちだったんだろうとかちょっと思いますよね。あの自分がいいいろんな制限を用いて解いた 答えのところに本当に天体があったって、なんかすごい感動するんじゃないかなって、あの、勝手に妄想しますけれども、1906年にですね、ここに小惑星が発見されまして、これ、アキレスと名付けられたんですけどあったんですね。で、この1906年に小惑星が発見されて以降、鬼のように小惑星が見つかったんですね。なんかざっくりこんな感じ。今、4000個以上、この L4 と L5 にあるそうです。はい。 でですね、こっちにそのアキレスというのが発見されたわけですけれども、1984年にこのエルゴの方で発見された小惑星には、パリスというふうに名前が付けられたそうです。で、これはですね、あの、ギリシャの神話ですね、えっと、ホメロスの女子詩でイーリアスっていうのがあって、それがあのトレア戦争を描いたやつですけれども、ギリシャ側の英雄でアキレスっていうのがいて、そのアキレスのかかとをね、こう弓で撃ち抜いてあの倒したのがパリス王子っていうんで、あのパリスという名前がこっちに付けられているんですけれども、まあ、こんなふうにですね、このエルゴの方にはあのトレア戦争の ギリシャ側の英雄の名前を付けて、エルゴの方にはトロヤ側の英雄の名前を付けるというふうになんか慣例があるそうで、なんかいろんな名前が付けられているそうです。はい。で、こんなふうにですね、なんかこの星の話っていうのはこう神話との結びつきがなんかあってですね、なんかそんな名前を付けてしまう人間の肖像っていうのはあのすごくいいななんて勝手に思っておりますと。はい。で、ちなみにこれ、アキレス犬のアキレスですね。はい。 でえっと、この、ね、L4 と L5 のところで小惑星がわーっとあるわけですけれども、これをトロヤ軍というふうに呼んでいます、これはあのトロヤ戦争から取っているんだと思いますけれども、でこんなふうにです、ね、この最初にこのラグランジュ点というのは、その数学的に方程式を解いて、しかもすごく限定された過程を置いて導いた答えだったんだけれども、それがです、ね、実際にこの宇宙の小惑星の軌道として確認できたというのは、すごく素敵なことだなというふうに思います。我々はは知,知ることはないだろう 我々は知らねばならない、我々は知るであろうというところで、ご視聴ありがとうございました。